皆さんこんにちは、ナフヒーです。ということで、今回は新星5キャラ、イエランについて、性能やビルドについて解説していきます。イエランを引こうと思っている方や、これから育成を始める方は、ぜひ参考にしてみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、まずは、イエランの特徴について話していきます。イエランは水元素の弓キャラで、役割はサブアタッカーとサポーターになります。基本ステータスとして、基礎攻撃力が244、基礎防御力が548で、HP が 14,450 になっています。基礎攻撃や基礎防御がすごく低い代わりに、HP がずば抜けて高くなっている感じで、その理由がイエランのほとんどの性能がイエランの HP に依存しているので、 HP が高く設定されています。特に防御なんか全キャラでまさかの最下位なんですよね。これはびっくりしました。そしてこちらのイエランの特徴的なことといえば、正直結構あるので一つ一つ解説していきます。まずはザハの矢なんですけど、戦闘状態が解除された5秒後に手の腕輪が光ってフルチャージショットがダハの矢に変わります。ダハの矢は敵に当たるか障害物にぶつかると爆発が起こり、周囲の敵に水元素のダメージを与えることができます。加えてチャージショットのため時間が 80% 短縮されるので、通常攻撃みたいな感覚で打つことができます。ただこちらのダハの矢は戦闘中はチャージされないので、一度しか戦闘で使うことができないんですよね、普通は。というのも元素スキルの命の糸を敵3体に当てることでダハの矢を再び使えるようになります。ではそんな元素スキルについて話していくんですが、元素スキルもかなり特徴的で、一言で言えば移動が快適になります。元素スキルは命の糸を引きながらイエランが失踪しまして、失踪中に触れた敵にマークを施し、失踪終了と同時に命の糸が爆発しまして、マークがついている敵に水元素ダメージを与えられます。加えて元素スキルには1回押しと長押しがありまして、1回押しは敵に向かって突進して、長押しは自由に走り回ることができて、途中でキャンセルするか3秒後に失踪が解除されます。こちらの元素スキルですが、移動面でも優秀なんですけど、実は移動中にスタミナが自然回復するので探索がかなり楽になります。サユも移動用に元素スキルがかなり便利なんですけど、サユの場合はスタミナが回復しないので、サユよりも移動性能が優秀になります。最後に元素爆発ですが、爆発に関してはゆくあきと結構似ていて、自身の周りにサイコロを展開し、キャラの通常攻撃と連携して攻撃する感じになっています。ここでゆくあきとの差別化なんですが、ゆくあきの場合は HP の回復だったり火力が高い利点があるんですけど、味方の火力をサポートする能力がありません。対してイエランは火力もかなり出すことができ、加えてイエランの固有添付の効果で爆発を展開した時点で 1%、 展開中は場に出ているキャラの与えるダメージが毎秒ごとに 3.5% ずつ上がっていき、マックス 50% まで火力サポートができます。やばくないですか？与えるダメージなので全ての攻撃と全ての元素が対象になります。ですが中断耐性や回復効果などはない感じですね。今まではゆくあきの代用になるキャラはいなかったんですけど、これからはゆくあきの枠をイエランに変えていくのも全然ありですね。イエランの主な特徴は以上になります。そうしたら次にイエランのおすすめの武器や生物について解説していきます。イエランはダハの矢、元素スキル、元素爆発のダメージ全てが HP の数値によって性能が上がっていきますので、 HP を多く持っていくのがおすすめです。逆に攻撃力はイエランの性能に影響がほとんどないので、上げる必要性はゼロになります。その他はチャージ効率、会心率、会心ダメージを上げていきましょう。特に爆発を改善させることが重要なので、チャージ効率を多めに上げていくのがいいですね。以上を踏まえて武器から解説していきます。まず1つ目はイエランのモチーフ武器である弱水になります。弱水は脅威の会心ダメージを 88.2% も上げることができまして、スキルでは HP が 16% 上がり、装備しているキャラの周囲に敵がいる場合、装備したキャラの与えるダメージが 20% 上がり、加えて控えにいても効果が発動するので一番相性がいいです。基礎攻撃力が542とかなり低いんですが、先ほども言ったようにイエランは攻撃力がいらないキャラなので全然問題ないです。次におすすめなのが終焉を嘆く歌ですね。終焉もイエランとの相性は抜群で、まず終焉の効果がイエランの爆発によって簡単に発動すること、加えて終焉の攻撃バフと熟知バフがこの元素アタッカーに付与された場合、火力がものすごく上がります。しまいにはサブステがチャージ効率なので爆発の回転率がすごく上がります。これだけで相性がいいのがわかりますね。他の星5武器ですと攻撃力の高さが台無しになってしまうんですが、会心率と会心ダメージが上がる天空の翼でもいいのかなと思います。ただ天空の翼を装備するのであれば星4の再臨の弓や西風弓の方がいいかと思います。そして星4で一番おすすめなのがイベントでゲットできるラッカが一番強いですね。サブステでチャージ効率がついてますし、装備したキャラが攻撃を敵に当てるとバフが増えていく構成の効果を持っています。加えて控えにいても効果が発動するので、イエランの爆発を打ってすぐに引っ込めてアタッカーで殴っていれば勝手にバフが強化されていくので、すごく扱いやすいです。あともう一つおすすめの武器がありまして、それが星3のミカーブ棒ですね。こちらなんですが、なんと HP をマックス 46.9% も上げられるので、かなりの火力補助ができるかと思います。以上がおすすめの武器ですかね。驚いたんですが、まさか星3で相性がいい武器が出てくるとは思っても見なかったですね。僕は視聴者さんに教えてもらったんですが、確かにこれは合うねって思いました。では次におすすめの生物を解説していきます。生物はチャージ効率を多く盛ることができ、かつ HP も上げられる生物がおすすめになります。これを考えると必然的に候補が絞られてくるんですが、まず1つ目が絶縁4セットですね。絶縁4の場合は終焉と合わせると軽くも伸ばしやすく、バフも盛れるのですごくおすすめです。2つ目は絶縁2セットと洗顔2セットの組み合わせですね。こちらは爆発が溜まりやすく HP も上がるので全体的にダメージが伸ばせるので、このセットもおすすめですね。3つ目は洗顔2セットと森林2セットの組み合わせで、こちらの場合はどちらかというとメインアタッカー寄りの構成になります。元素スキルでダメージを出しつつ打破の矢でダメージを出していく感じですね。ただこちらはイエランが貫突しているのがかなり必須になってくるのかなと思います。こちらについては最後の方に話していきます。最後4つ目は旧貴族4セットになります。こちらも絶縁4セットと同様に終焉を持たせるのがおすすめです。バフの量に関してはダントツで優秀で、イエランのダメージバフ最大 50%、 終焉の攻撃熟知バフ、旧貴族の攻撃バフが全て乗るので火力がすごいことになります。ただその分チャージ効率をガン盛りしないと爆発の回転率が落ちるので注意してください。生物のステータスに関しては時計をチャージ効率か HP、 冠は会心率か会心ダメージ、杯は水ケースダメージで、サブステでチャージ効率、会心ダメージ、会心率、 HP をバランスよく持っていくのがおすすめになります。生物に関しては以上ですね。次に添付の優先順位について解説していきます。何度も言いますが、イエランは元素爆発が一番よく使うので、元素爆発と言いたいところなんですが、個人的には少し元素スキルの方が優先度が高いと思っていて、その理由が元素スキルのダメージが思ってるより結構大きいのと、スキルの失踪中にマークできる敵の数がおそらく無制限なので、マークした分だけ敵に大ダメージを与えられることから元素スキルの方が優先度が高いと思いました。ただそんな複数の敵と戦わない場合は爆発を優先的に上げていきましょう。もしイエランをメインアタッカーで運用するのであれば全体的に上げていくのがいいと思います。添付については以上になりますね。そうしたらイエランと相性がいいキャラについて解説していきますが、正直雪かきと同様汎用性がかなり高いので基本的にはどのキャラでも合います。ただ一つ注意点がありまして、最強のサポーターで有名なベネットなんですけど、ベネットに関してはイエランとそもそも依存のタイプが違うのでバフが乗りません。なのでベネットをイエランの編成に入れる際はイエランにはバフが乗らないと思ってください。個人的には普通に遠比やヨイミヤで蒸発反応を起こしたり、アヤカと組ませて凍結するのも普通に強かったです。編成についての固有添付でチーム編成の元素が異なるとイエランの HP が上がるものがあるんですけど、これは正直気にしないで大丈夫です。4元素構成よりも3元素構成の方が普通に強いので好きに編成していくのがいいですね。ここまでいろんなことを解説してきましたが、こちらで最後の項目になります。最後は命の星座について解説していきます。正直テキストを見ただけの判断ですと全部が強いです。上から見ていくんですが、元素スキルの使用回数が1回増えて移動が快適になるのと、純粋にダメージが出せて爆発もその分溜まりやすくなります。2突しますと爆発の追加攻撃に 1.8 秒に1度サイコロが1つ追加で敵に飛んでいくようになります。3突で爆発のレベルが3上がります。4突で命の糸が爆発した時にマークした敵1体につき味方全員の HP が 10% アップすることができるので、イエランの火力アップや味方に HP が少なくて耐久力があんまり良くないキャラがいましたらそのキャラのサポートができます。凸で減速スキルのレベルが3上がります。そして、貫突だと爆発を打った後、イランの通常攻撃が特殊なダハの矢に変わって、与えるダメージがダハの矢の 156% のダメージとなり、加えて銃撃扱いになります。この効果は、継続時間が最大20秒となり、5本のダハの矢が撃たれると効果がなくなります。以上が各凸効果なんですけど、明らかにミーアタッカーにさせる気満々の凸効果だと思いました。先ほど話した森林と洗顔がイラン貫突によって生きてくる感じの構成になるわけですね。ということで、今回は新キャライエランについて解説していきました。全部解説してしまうと、時間がやばいことになるので、重要なことだけをまとめました。イエランを1日使用してみての感想は、移動は便利だし、戦闘でもダメージが出せて、バフは盛れて、すごく楽しかったです。しかも楽しい上に今までにない戦い方だったので結構新鮮でした。個人的には引いて損はしないキャラだと思います。今度は推しキャラであるリサさんと合わせてみて面白い発見がありましたら動画を上げていきたいなと思います。こちらの動画が良かったと思っていただけたらチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。